から各々の個性が出るように、はい、15分で2体選んでください、はい、どうぞ。井戸口 TV かなって、どうしよう、とりあえず気になったもの、あ、ありがとう、かわいいな、わかんないな、あるかも、いやでもちょっとリボン置きだけえ、かわいい、最近よくこれでそう、めっちゃ来そう、すいません、スモートップスはかわいい、あと10分いい、リボンが手形に取れるか、気をしてもらって、メインカットを取りましょう。はい、オーナー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 、今回はリボンとブリブリおさらいになったので、白いブリブリしたことです。全体的にラインな感じにしました。私あんまりこういう制作系の服は着たことがなかったので、ひなちゃんに選んでもらって、リボンとても可愛いし、すごい嬉しいと、全体的に私っぽいポップとミューっぽいポップにしたんですけど、ミューは、ね、こういうピンクとか紫とかを取り入れて、さらに私らしさを組み合わせました。さらにちょっと銀と銀でちょっと合わせてみたりだとか、統一感のあるかつ自分たちの個性も生かしつつなコーデになっています。このでのテーマはルキポンです。結構ビビッドカラーが多めなんですけど、全体的にガイ
ヤヤしてるんだけど、白とか黒でちょっと統一感もありつつ、足長効果もありつつ、なんかやっぱりこのバッグと T シャツがすごいポップな感じを出していて、限界少女いつでも全力ですみたいなのを出してみました。もう本当にルキっぽい、もう私が分身したかのようなコーデです本当に。今日の動画はどうでしたか？もしよかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録するにはここをタッチ。はーい。